はい、今回、クリニックを頼んでいただきましたロレックスのピアノですね、ちょっと鍵盤、ペダルの方も錆びてますので綺麗にしていきたいと思いますね、譜面台のところこういうふうにちょっと、まあ、テープも貼ってますのでこの辺も綺麗に剥がして綺麗にしていきたいと思いますね、傷の方もちょっとたくさんありますのでこの辺も直していきたいと思います。はい、中の方ですね、調律のたびに、ちょっとずつ調整させていただいて一応まあ静音まではさせてもらったんですけども、こういうピンの磨きとかですね、あと、まあ、細かな調整、さらに、細かな調整というのをねさせていただいて、どのぐらいこのピアノの、潜在能力を引き出せるかというところですね、ずっとこう機会があったら工房に入れて見せてほしいとお願いしてたピアノの一台の中の一つですね。ちょっとまあ音を聞いといていただきましょうかね。静音まで終わってますので、まろやかな音はしてるんですけども、さらに、いい音を目指してね調整していきたいと思います。